半分おめでとう、ハーフバースデーおめでとうございます。たくさんおめでとうございます。嬉しいな。今日はハーフバースデーということで、もう生まれてから6ヶ月経ちました。はい、5月19日です。おめでとうございます。おめでとうございます。たくん、たくん、かわいいよ。たくん、たっくん、ニコー、アロハですね。こんな感じで我が家は祝いました。フォルテマザーにあげた花のちょっと違う種類です。これはケーキをちょっとイメージして段ボールで塗って作りました。たっくん、おめでとうございます。おめでとう。はい、たっくん、たっくん、たっくん、おめでとう。パパとママからのプレゼントがこちらとなります。この絵本、素敵な宇宙へ、青い夜の夢、海の生き物、妖精たちの森、こちらがねパパとママからのプレゼントとなります。これすごいのが中は見せれないんですけど、これ仕掛け絵本です。そう、じゃあこれから写真撮影をしていこうと思います。たっくん、誕生日おめでとう。今日はね、パパとお揃いです。たっくん、たっくん、たっくん、くーん、いないいないばー。はい、ちょっと喜んでますね。楽しかったね、よしよし。そして、あともう半年したらついに1歳ってなることなのでね、まあこの半年間でできることもたくさん増えたので、さらに半年後が楽しみです。はい、というわけでね、皆さん、たっくんとお揃いの服で無事ね誕生日を迎えることができました。半分だけど半分だけど、たっくん眉毛が面白いことだったんだよ。はい、そしてね、パパとママからねもう一個プレゼントがありまして、それは実は半分誕生日っていうことで、ハーフのキューピーちゃんを作りました。イエーイ。これたっくんだけど、タッピーハーフっていうのにしました。あのキューピーハーフっていうのだけど、タッピーハーフにします。はい、皆さん、たっくんがマヨネーズになってくれました。タッピーハーフくんです。ハーフくん、ハーフくん、この周りにね、まあマヨネーズやら人参やらピーマンさんやらトマトさんやらを並べて写真を撮りました。かわいいね。タッピーハーフ似合ってるよ。タッピーハーフくん。というわけで皆さん、タッピーハーフくんでした。おめでとうございました。